はい、皆さん、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はレンズのお話をしたいと思います。僕が今使っているソニーの α7 IV。最近このカメラを買うことで、レンズも一つ新しく、購入したんですが、それが GM レンズですね。16-35mm F2.8 の GM レンズ。こちらはですね、中古で購入して、本来定価だと30万円ぐらいするレンズになるんですけど、18万で購入したものになります。そしてですね、もうほんとつい先ほどですね、リークがありまして、ソニーの新しいズームレンズですね。海外の販売店にどうやらね、載せてしまったんですかね。出ていて、FE PZ 16-35mm F4 G、このね、リークの画像がもう出てしまっていると。で、このね、レンズ非常に面白いことがありまして、パワーズームなんですよ。なんで、こう、レンズのね、部分、筒の部分に、ズームのね、ものがついているので、ズームのなんていうのかな、なんていうのこういうのって。ズームのボタンがついているんで、そこをね、押すことで、こう、シームレスなね、こう、ズームから、望遠から広角への、映像のこう、なんつうのかな、流れるようなものが、撮ることができるっていうところがメリットになっているのかなっていうのを思いますし、画像から読み取るにですね、非常にコンパクトになってるんですよ。似てると思ったのが、僕がね、持っている、20mm F1.8G っていうレンズが、ここにあるんですけど、このレンズと非常に見た目が似ています。似ている、デザインもすごい似てると思いますし、大きさもね、かなり近いんじゃないかなっていうふうに思っているので、まあ、これが 380g っていうところも踏まえると、まあ、プラス100ぐらいアップすんのかな ?480g ぐらいで、もしかしたら、使えるレンズになるのかもしれません。で、結論、このレンズって、まあ、買いなのかとか、どうなんだろうなっていうのを話していきたいと思うんですけど、僕はね、まあ、正直、なんとも言えないです。結論なんとも言えない。それが結論なのかっていう感じなんですけど、このなんとも言えないというところには理由がいくつかありまして、まずね、一つ目から言うと、GM レンズの F2.8 の方が結構やっぱ優秀っていうところなんですよ。僕も最近使っていて、まあ、すっごい綺麗に撮れるし、ほんと万能なレンズだなっていうのを感じるんですよ。まあ、ただ一つやっぱデメリットがあるとすれば、重たいっていうことなんですよね。まあ、680g あって、α7 IV も680ぐらいあるよね、確か。だからまあ、1360g ぐらいになってくると、やっぱりね、手で持っていてすごく疲れるんですよ。ただね、こういう 380g とか、今使っているタムロンのレンズとかを使ってみると、やっぱり軽いって思うんだよね、圧倒的に持っていて。なんで、こう、本当にいい写真を撮りたいとか、動画を撮りたいとかっていう時に、GM レンズは素晴らしいね、絵を、もたらしてくれるものではあるんですけど、やっぱり僕みたいにプロではなくて、まあちょっとね、こう、かじった程度の人だと、軽い方がね、メリットになるんじゃないかなっていうふうに思うこともありつつ、ただ、GM レンズ、この F2.8 のものっていうものは、今ね、重さは確かに重いかもしれないんですけど、こうね、中古の場合だと18万円で僕も買ったんですけど、割と買えるんですよ。中古だと、いい値段で。18万っていう。で、おそらく今回出るこの 16-35mm の F4G のレンズ、パワーズームの機能がついているっていうところで、そこはね、滑らかに、こう画角を切り替えられるっていうところはすごくいいなっていうものを感じつつ、おそらく値段が、24-105mm の G レンズがソニーの純正であるんですけど、それが16万ぐらいするんですよ。多分だからそれとね、同じぐらいの金額になるんじゃないかなっていうところを感じてるんですね。で、予測してるんですけど。って考えると、16万でこの F4 のコンパクトでズームがね、ボタンがついているものをメリットに考えるか、またはね、中古市場で18万円で買っちゃう、まあもう一段明るい F2.8 の GM レンズを買うかって言われた時に、多分クオリティを重視する人は GM レンズをやっぱ買うんじゃないかなっていう風に思っちゃうんですよ。うん。だから、なんかね、ちょっと面白くないなっていう感じてることもあるし、まあ確かにすごくいいものではあるんだけど、GM レンズを一回知ってしまっている、まあ僕としては少しね、こうなんかピンとこないような製品なのかなっていうふうに感じました。皆さんはどうなんでしょうか？これ魅力的に感じる人も多いと思うので、欲しいな、買うかなって思ってる人はぜひコメントしてみてください。で、正直僕がね、このレンズを出すのはすごく、まあ一つ意見として聞いていただきたいんですけど、すごく無難だなって思いました。この、F4 バージョンを出すっていうのは。ただ、やっぱ面白みがないと感じてしまったので、個人的に 16mm はいらないんだけど、まあ、18mm、30mm の F2.8G レンズとかをなんか出してもらえると、なんかすごいいろんな、アマチュアからプロだったり、いろんな層に向けて、魅力的な製品になったんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、なんでこう思うかっていうと、まあ、16mm すごく素晴らしい画角ではあるんですけど、まあ、別に 20mm でもすごくいいなっていうふうに僕は感じてるんですよ、これを使ってる時に。だから、20mm でももちろん 20mm、30mm でもいいと思うんですけど、18mm、30mm とかでも十分なのかなっていう風に感じてます。で、なんで 30mm っていう風な話になってきたと思うんですけど、まあ、35mm って標準画角じゃん。だからそっちの方がいいじゃんって思う人も結構いると思うんですよね。ただ、確かに写真の時は 35mm でもすごくいいと思いますし、どうにかに関しても 35mm でもいいと思うんですけど、この α7 IV で利用した時は、フォーカスブリージング補正と、あと、アクティブ手ブレ補正っていう、この機能があるんですよ。で、この機能、クロップされるんですよね。なんで、GM レンズを使っている時に 35mm じゃなくて 40mm ぐらいの画角になっちゃうんですよ。なんで、それがね、なんか個人的になんか微妙だなって思っちゃう点なんですよね。だから、35mm の焦点距離まではいらずに、なんか 18mm と 30mm っていう画角にしてもいいのかなっていうふうに個人的には思いました。でもそしたら写真、35mm で撮れないやんって思う方もいるかもしれないんですけど、そこはね、やっぱり α7 IV の3300万画素で、まあ、クロップしてね、最終写真を仕上げるっていうことを考えれば、あまり、個人的には関係ないのかなっていうふうに、思っております。まあ、どうでしょうかね。皆さんいろんな意見があると思いますが、まあ、別にね、僕は、まあ、買わないかな。まあ、ちょっと魅力的ではあるんですけど、まあ今ね、まだこう GM レンズとか持っていないっていう方に関しては、これをね、検討して軽く気軽にね、写真や動画をバランスよくね、撮りたいっていう人に関しては、この G レンズはすごくいいモデルなのかなと思います。ただね、ものすごいこう、もうちょっとこう、ボケた映像であったりだとか、場合によっては α7C 持ってる人だったら、この α7 IV よりも 200g ぐらいね、軽くなるって考えれば、まあそこをね、GM レンズ18万の中古で買ってやった方が、まあ、もっともしかしたら、かっこいい写真、ボケた写真、そういったものが、撮れるんじゃないかなっていうふうに思うので、重さを許容してそっちを撮るっていうのも僕はいいんじゃないかなっていうふうに感じました。あくまでアマチュアの意見となりますが、ぜひ皆さんね、僕のチャンネル登録してる方、またはね、初めて見られる方、ぜひ、コメントしていただけると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。